ラジコン用のホイールとタイヤを組みます。ホイールはおなじみの渡辺ホイール、タイヤはストリートジェムのドリフトタイヤ、硬さはミディアムです。タイヤの角の形が表と裏で違います。つける方向を変えると引っ張りタイヤにでも普通のタイヤにでもできます。引っ張りタイヤは車高を下げてもボディとタイヤが干渉しにくくなります。今回は引っ張りタイヤとして作ります。ホイールは中古、タイヤは新品です。油脂を落としてからタイヤとホイールをはめます。硬いタイヤは温めてからはめます。裏側から瞬間接着剤を流し込みます。これで完成です。ご視聴ありがとうございました。